パサデナはアメリカが州国テキサス州北東部、ハリス郡の都市である。ヒューストン・シュガーランド・ベータウン大都市圏に入っており、ハリス郡内では2番目、テキサス州内では17番目、全米では162番目に大きな都市である。町としては1893年にガルベストンのジョンリーチ・バーネットによって設立された。植生がカリフォルニア州パサデナと 類似していると思ったので、バーネットがパサデナと名付けた。パサデナという言葉は、チッペワ族インディアンのエキンパサデナすなわち、流域の王冠の一部を取ったものである。2010年国勢調査では、人口14万9043人となっており、2000年の14万1674人から5.2%増加した。パサデナの時系消防団は、全米でも、 最大のすべてがボランティアによる消防団となっている。ヨーロッパ人が入る以前、ガルベストン湾周辺の地域にはカランカワ族とアタカパ族などインディアンが住んでいた。特にアコキサ族はメキシコ湾岸全体に住んでいた。スペインのリバスイリアルテエン生体やホセアントニオデエビアなどの探検家が湾岸の海図を作り、地名を決めていった。 海賊のチャン・ラフィットが19世紀初期に湾岸とクリア湖周辺に基地と隠れ家を設けてガルベストンに短命の王国を打ち立てた。ラフィットは1821年にアメリカ合衆国海軍によって強制退去させられた。メキシコはスペインからの独立宣言に続いて新しい国家としてメキシコ国内及びアメリカ合衆国からの開拓者に 土地特許を認めることで北方の領土であるテキサスへの植民に動いた。この植民地はスティーブン・オースティンによって樹立され、ニューヨークのガルベストン湾テキサス土地会社が湾周辺に急速に開拓者の波を受け入れ始めた。メキシコにおけるアントニオ・ロッペス・デ・サンタ・アナによるクーデターに続いて、テキサスは1835年にメキシコの支配に対する革命を起こした。 いくつかの戦闘や小競り合いが続いた後、1836年4月21日に、テキサス革命の最後の戦いが、現在のパサデナ近くで起こった。サンタアナは、ビンスバイユーで捕虜になった。これが、メキシコの降伏につながる最後の闘争になったので、パサデナと近隣のディアパークは、テキサスの生誕地というあだ名を採用した。1843年に、 サムアレンが350エーカーの土地で牧場を始めた。これが現在のパサデナ西部からハリスバーグまでのすべてを占めたアレン牧場となった。1888年までにこの牧場はハリス郡内に1万5千エーカー、ブラゾリア郡に1万エーカー、ガルベストン郡とフォートベンド郡に放牧地があるという広さになった。ガルベストンハリスバーグヒューストン鉄道がアレン牧場の中を通った。 牛が頻繁に鉄道で引き殺されるという問題があり、アレンは1875年に牛を鉄道線路に近づけないようにするために、線路の付設圏がある土地のすぐ東側に沿って19マイルのフェンスを作った。このフェンスはハリスバークからリーグシティまで伸びており、4本のレールで作られ、上部のレールは人が歩けるくらい広かった。ハリスバーグリンチバーグ道路とフェンスが交わるところには、 門が付けられ、常時閉鎖しておくことを示す大きな看板が取り付けられた。このフェンスより、東のバッファローバイユーからシムズバイユーの線路までの地域はガルベストン湾まで伸びていた。ここには10万エーカーの牛の放牧地があった。現在のパサデナの地近くに町の設立が提案されたこともあったが、計画は短命に終わり、放棄されるか着手されることもなかった。 1982年、ガルベストンのジョン・イーチ・バーネット大佐が、アレン牧場のすぐ東、ビンスサーベイの地に、無名の町の場所を設定した。バーネットは、建設事業と鉄道事業に関わっており、その土地資産に与える価値が分かっていた。この土地は10エーカーを区画に販売された。バーネットは、近くのディープウォーターやジェノアの町も設立し、これらは後に、 パサデナやヒューストンに併合された。1915年にハリケーン被害を受けたパサデナ中心街1900年にガルベストンに大きな被害を与えたハリケーンがパサデナにも被害を及ぼした。この3時の後で本土に移ったガルベストンの避難民によってパサデナは人口が急増した。新しく創設された赤十字の寄付には 湾岸農家に対する数百万のイチゴの苗も含まれ、町の再生に貢献した。このことに加えて、テキサコの創設者ジョセフ・シーカリナンがこの地域に大きなイチゴ農園を作ったこともあって、その後長年にわたってパサデナは果物の大きな生産地になった。町が回復するにつれて、アレン牧場の広大な土地が分割されて、新しい開発に使われるようになった。 町に入ってきた日本出身の農夫が米を作るようになり農業も多様化した。製紙工場などの企業が発展を始めた。1901年にスピンドルトップの油生とともにテキサス州の石油ブームが始まった。グースクリークで油田が発見されガルベストン湾周辺で石油開発事業が拡大した。1920年までにパサデナで製油所が創業を始め、 その後も拡張を続けた。世界大戦が順次工業の発展を促し、パサデナの成長率は隣接するヒューストンを上回る時もあった。20世紀の半ばまでにパサデナの経済は強く石油やその他の重工業との結びつきを強めた。1963年にパサデナの近くに NASA のジョンソン宇宙センターが設立され、 その近くにできたクリアレイクシティの住宅地区は一部パサデナの管轄下に入った。これらの開発によって街の経済が大きく多様化することになった。全米でも最大級の科学工業地帯であるベポート工業地域は重要な雇用を生み出している。ジョンソン宇宙センターに関連するハイテク産業も発展しており、 ベイポートの入出化ターミナルが開設されて、急速に市の経済基盤に加わった。パサデナは、北緯29度40分34秒、整形95度10分26秒、北緯29.67611度,度、整形95.17389度、29.67611-95.17389に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 地域全面積は44.5平方マイル。このうち陸地は44.2平方マイル。水域は0.4平方マイルで、水域率は0.81%である。市の北はヒューストン船舶水路に接している。最南端はガルベストン湾である。パサデナの地域パサデナ市には次のような地区がある。パサデナの気候は隣接するヒューストンと同様であり。 アメリカ合衆国南部に典型的な暑く湿気の多い夏と温暖な冬がある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。パサデナ市の重要な経済分野には石油とガス源の探索、石油生成、石油化学、海運、宇宙開発及び医療がある。隣接するヒューストン船舶水路、ベイポートターミナル及び 工業地帯と密接に関連しており、また、クリアレイク地域にある NASA のリンドン・ビジョンソン宇宙センターとも関連している。ペトロブラスとアストラホールディング・ USA の共同事業であるパサデナ石油生成がパサデナに本社を置いている。ハリス軍がカイル・チャップマン、パサデナ裁判所別館を運営している。ハリス軍病院地区がパサデナのストロベリー医療センターを運営している。 テキサス州刑事司法局がパサデナにあるヒューストンが以後、地区保護観察所を運営している。市内には4つの郵便局がある。パサデナ市政府は1人の市長と8人の委員からなる、市長、市政委員会方式を採用しており、法を制定し、予算や政策を設定している。市内には、パサデナ歴史博物館、ベエリア博物館及びアーマンドバイユー、 自然センターなどいくつかの博物館がある。また、市民劇場があり、パサデナ公共楽団が活動し、毎年ロデオ大会が開催されている。市内の日刊誌はパサデナシティズンである。パサデナは船舶航路に隣接する石油生成所があるので、地元ではスティンカデナというあだ名がある。他にヒューストンとパサデナを結ぶ。 修道225号線沿いに大規模下水処理場があることもこのあだ名がついた理由の可能性がある。その他、1980年代半ばに朝のロック番組の DJ モービーによってパサゲダウンデナと名付けられた。バンドのケネフィックのアルバムハードロードなどそのタイトルをパサゲダウンデナとしたいくつかのカントリーミュージックソングが録音されてきた。九百八十年に パサデナの若者の生活と恋を描いたヒット映画都会のカウボーイを撮影するためにジョン・トラボルタやデブラ・ウィンガーなどの俳優が市内を訪れた。この映画はホンキートンク酒場であるギリーズを舞台にしており、その酒場はカントリーミュージックのスターであるミッキー・ギリーが共同経営者になっていた。1989年放火による火事で内装が焼けたが、 国体は2006年まで残っていた後に、現所有者であるパサデナ独立教育学区が解体した。古い録音室のみが残っている。ギリーは今でも市内に在住している。1900年のガルベストンハリケーンが起こって多くの人がパサデナ市内に移ってきた。アメリカ赤十字の創設者、クララ・バートンは150万のイチゴの苗を購入し、 洪水の被害者が立ち直れるようパサデナ市に送った。1930年代までにこれらから多くの収穫が上がり、パサデナは世界のイチゴの首都を名乗るようになった。その最盛期には毎日列車28両分のイチゴを出荷していた。この歴史を称えるために毎年パサデナイチゴ祭りを開催するようになった。現在のイチゴ道路は昔、 イチゴ畑があった場所に近い市内の大半を通っている。2008年の祭り見物に訪れた人は5万6000人だった。パサデナ公共楽協会とオーケストラは2つの団体が合わさったものである。協会は地元で芸術やクラシック音楽を支援する会員で構成され散る。オーケストラは地元の音楽教師、音楽家、カレッジの学生。 および選抜された生徒で構成されている。1982年秋に初演を行い、以降継続的に演奏会を行っている。ヒューストンクリアレイク大学高等教育機関としては、次のものがある。市内の大半は、パサデナ独立教育学区が管轄している。市内東部は、ディアパーク独立教育学区、南部は、クリアクリーク独立教育学区とラポルで、 独立教育学区が管轄している。パサデナ公共図書館システムは本館がジェフ人記念ドライブ1201にフェアモント支所がフェアモントパークウェイ4330のパナマ通りとワッターズ通りの間にある。ハリス郡が市内にあるいくつかのコミュニティセンターを運営している。地元住民は市内に47カ所ある公園でテニスコート、サッカー場、 ジョギング道路、ウォーキング道路、ピクニックテーブル、家族型パビリオン等を利用でき、また5つの水泳プール、5つのゲームルームビル、博物館、1ごハウス、15のテニスコート及び21の野球場も利用できる。YMCA の三者神都市所が市内にある。アーマンドバイユー自然センターは、パサデナ市内ガルベストン湾の西岸にある広さ2500エーカーの生物保護地域である。 この地域に当初あった生態系では唯一自然が残っているところであり、海岸性の竹の高い草本の平原、沖奇草森林及び梅雨がある。沖奇草鉱材など多様な植生がここに根付いてきた。細い森林の中の水流、点在する湖、池及び沼で多くの野生種が繁殖している。アーマンド梅雨は多くの魚類や甲殻類の産卵地かつ、 生育地であり、ボブキャットやフクロウなど希少種には天国である。2010年時点でテキサス州公園野生生物保護局の海岸保存プログラムによって保護されている5カ所の一つに指定されている。市内からは3つのフリーウェイが利用できる。週刊高速道路45号線が地域から最も近い週刊高速道路である。幹線道路はパサデナフリーウェイである。 サムヒューストン有料道路が市の東部を通っている。ハリス郡有料道路公社が市内で e ージータグを販売している。公共交通、編集テキサス州、ハリス郡メトロポリタン交通公社がパサデナのタウンスクエアモールからパークライドを運営している。ハリス郡、パサデナ市及びメトロのジョイントベンチャーが選択できる便数を増やした。メトロは朝のラッシュアワーに四便。 夕方のラッシュアワーに5便を運行している。ハリス軍交通部は市内の大半を通るバス便を運行しており、健康センター、ショッピングセンター、カレッジなどの施設に停留所があり、隣接する都市とも接続している。パサデナのパークライド駐車場はパサデナタウンスクエアの北側にある。パサデナ市は次の都市と姉妹都市を結んでいる。ありがとうございます。